みなさんこんばんは。今日は GTA オンラインのハイライフイベントウィークエンドの紹介をしていきたいと思います。今ちょっとガールズアースのメンバー、ちょっと待って、マイクがずれてきた。ハッスルしてますね。ハッスルしてるかい？いいね。いいよ。テンションいいね。テンション上がってきた。よし。イベントウィーケンドっていう、16日から18日までやってる、この RP3 倍、お金2倍の、イベント、ボーナスイベントみたいなもんですよね、ロックスターがね。今日で終わりなんですけど、だから今日今動画上げてもね、もうほとんどもう、皆さん知った時にはもう、イベント終わってたなんてこともあるかもしんないけど、まあ、記念にね、どれぐらい上がるのかなーってちょっとやってみたいと思うし、あとその3倍 RP が適用されるのがゴルフとかテニスごく一部なんですけど、普通のジョブには適用されないんですけど、テニスよく考えたら久々にほとんどやってなかったんで、自分久々に やってみたいなと思って、これだけいきなり集まられちゃうとね申し訳ないんですけどね、テニス2人でしかできないからさ、シングルスね、シングルってことで、なんかみんな来てくれちゃったんで、ついてきちゃったんですけど、まあそれぞれ各自でテニス楽しみますかってことで、申し訳ないですね、一緒に遊べなくて。ちょっとなんかすいません、外部の声混じっちゃってるんですけど。じゃあ俺、あれやからね、ケンジさんに代わってするからね。まあ誰かと、まあ誰でもいいや、誰でもいいですね、これだけいると。もうランダムで、一緒になった人、頑張りましょう。ね、いや久しぶりですね、テニス。自分大好きだったんですけど、GTA のテニスすごい面白いですね。面白かったですね。今やっても多分面白いと思うんですけど。お願いします。まあ適当にセッションの全プレイヤー招待して、多分クルーメンバーが来てくれると思う。ああ、来たね。はい。なんか、なんだろうな、名前として呼びづらい名前なので、ちょっと略して、頭文字取って Z さん。Z さんって呼ばせていただきます。あ、この最初に映ってる人はね、動画の一番最初に映ったこの白いビキニの白いビキニと白いブーツ、白いハット。あ、白大好きですね、この人ね。白が好きっていうのがすごい伝わってくるよ。いいね、俺も好きですよ、うん、三つ編み金髪、いいね。こいつはセクシーだね。あ、ちなみに自分もね、こうやってテニスする用の格好してきたんですよ。今まで青いスーツだったんだけど、今回はちょっとカジュアルってここスポーティーなね、テニスやりそうなガールの履きそうなスカートじゃないってことでね、さあやっていきたいと思います。さあこの真ん中のゲージをね、あ違う、真ん中の、あよし、いいよ、よっしゃ、今ので得点決まっちゃった。そう、このねゲージのね真ん中の黒い棒じゃないんだわ、このゲージの一番上のね赤いところにぴったり、あーいかないな、一番上で白い線がね動いてるでしょ、それが一番上に到達した時に丸ボタンで、あ、×ボタンでショットを決めるとめちゃくちゃ速いショットが飛ぶんですね、超パワフルな。あー難しいな、ここなかなかタイミングを合わせるのが、うわー、そうこれね、いろんなね球の種類、いろんな種類の球をね打てるんですよね、放てる、スライスだとかドロップだとかドライブだっけ、ドライブってのはないんだっけ、トップスピンか。さあ、お完璧、おー超速い、あーだけど返されちゃった、マジか、渾身の一撃を軽々と、おーいいね、40ラブ。さあこれはちょっと勝てそうな気がするな、この調子だと。自分もね、もう3ヶ月、いや、もっとだな、4ヶ月ぶりぐらいかな、テニスは。マジで？サービスエース取れちゃったよ。今のは普通の、ごく普通のサーブだったけどね。さあ、サーブ交代。お、そうだ。こっちがレシーバーで。さあ、いいよ、来たよ。どう来るか分かんないから怖いんですよね、レシーバーは。お、あっちも結構不慣れな感じかな、Z さんも。Z さんもあんまりテニスはやってない感じかな。テニス極めてる人とやるとめっちゃむずいっすよ。前に一度オンラインでね、めちゃくちゃ強い人に当たったことがあってね。もうサーバーレシーバー関係なく、ほとんどポイント持ってかれちゃって、ボロ負けしたことがあるんですよね。
まあ得意な人は得意なんだろうね、このゲーム。おーっと、反応しなかったボタンが。なぜだ？たまにあるんですよね、こういうことね。さあまあ、紹介、RP3 倍の紹介とは言いましたが、テニスちょっと楽しんでこう。楽しいんですよね、テニス。マジ楽しい。いいよ。さあ、いいよ。おー、ガラキー。こいつはもらった。いいね。さあ、どんどん行こうぜ。今、サーティー。いいっすよ。さあ、どう来る？さあ、そして打った。そして、おー、これは比較的、基本、おー。順調ですね。さあ、フォーティーラブ。あと1ポイント獲得すれば、こちらがゲームを獲得。さあ、来いよ、と余裕を見せつける、私。さあ、決まったね。あれ？おかしいね。今の返せないってちょっとありえないんじゃないの？大丈夫かな？大丈夫かい？気合い入れてこうね。アップルし、気合い入れてこうね。さあ、そして、サーブ、返し。いいよ。おっと、左に隙があるか。左にちょっと隙が、やや隙があるが、お、うまく真ん中を捉えている。バランスよく、いいよ、バランスを保っていて。おっと、ドロップ、ショット、そして、ボレー、お、ボレーが決まったか、今のは。ボレーというには、ちょっと距離が遠かったか。とりあえず2ゲームを獲得した。そして、サーブ交代、サーブチェンジ。さあ、際どい一発を。見舞ってやれ。うん、もう少しパワーが欲しかったところだが、これでも十分だろう。相手はなかなか隙を見せないが、なるほど、左に来ると思ったんだろうね。そう、そうですよ。テニスってのは相手の隙をコツ、うん、もう徐々に相手に隙を作ってって、で、空きが最大になったところで渾身の一発を決めると。テニスってのはそういうゲームですからね。さあ、ね、ヘッドホンなんかしながらテニスやっちゃってますけど、じゃやる気あんのかって感じですけどね。舐めてますよね、完全に。おお、めちゃくちゃ速い。なんというベストショット。これ美しいですね。毎回あんなの決めちゃえられればもう神ですけど、勝利も余裕ですけど。さあ、2打目。いった。お、なかなかのパワーショット。だが返してきた。そして、おっと、左がやや空いてるか、左がやや空いてるか、相手の左空いてる。おっ。あえて右に返したか。さあ、サーバーチェンジ。さあ、どっからでもかかってこいと言わんばかりの余裕の表情。普通の。イレアガなサービス。おっと、そっち来るか、右来るかと思ったが、左に返してきてばかりいる。おお、今のは捉えられたと思うんだけどね。俺だったら今の打ち返してたな。さあ、どっからでもかかってこい。おっと、早いの来た。だが返したことに相手は驚きを隠せないのか。さあ、一応オン。今のアウトかと思ったけど、ポイント獲得できましたね。さあ、綺麗なサーブ。なかなかのブレイクショット。こいつは決まったね。そう、さあどう来る？内側か外側か。お、真ん中に来たね。非常に返しやすい。あらららら、今の取れなかったっていうのはちょっと不思議ですね。さあ、未来の松岡修造はここにあり。最高のサーブを、決まった。だが返してきた。素晴らしい。おっと、アウト。これはこちらの威力に
耐えられなかったみたいですね。そしてアウトに行ってしまったと。さあ外側からの外側からの外側、これはきついぞ。えぐい角度で狙ってきました、サービスエース。さあそろそろ反撃の時じゃないのか。Z さんいいぞ、返してきた。おっと、おらえ損ねた。 Z さん検討してますね。これはいいですよ、一方的に勝っても面白くないので。さあ集中して。おお、反応が遅れたというか、今のは無理だと諦め悟ったんでしょうね。おそらく外側構えてましたからね、内側に来ちゃって、あんな速い球がなかなか対応しきれないですよね。そうスポーツってのはまあ瞬発力ですから、とはいえまあゲームですけど、これは今のが返せなかったっていうのはちょっとわからないですけどもね。身軽さでは相手の方が上なんですけどね。さあどっからでもかかってこいと、余裕の表情。お、綺麗な音返しまして、いいですね、返してきた。いいよ、このままラリーを続けて。おお、それが取れなかったか。さあ楽しいですねテニス。綺麗なサーブ。おーっと、今のを返せないというのは一体どういうことだったのだろうか。ちょっと不調のようですね。どうも Z さん、 Z さん今日は不調かな。さあもうちょっとエンジン上げていこう。まだエンジンがかかってないかな。さあいいですね、綺麗にラリーを続けられている。おっと隙ができてしまった。マッチポイント、これで全てが終わってしまう。さあ頑張ってなんとかデュースに持ち込むことはできるか。おっと終わってしまった。あムカつきますね、このヘッドホンつけて。お、確かに RP が多い。あ確かに RP がクルランクも上がって、あー確かにテニスでこの RP っていうのはなんかでかい気がしますね。自分比較してなかったですけど、最初と RP が3倍になる前の取得 RP 量と比較してなかったですけど、テニスにしては確かにでかい気はしますね、1セットでこれだけっていうのは。うん、まあ楽しめればいいんじゃないかな。この3倍 RP を目的にテニスやりに来る人はあんまりいないと思いますけど、普通にジョブやった方が稼げると思うんで。まあ以上そんな感じになりますけども、まあ残り少ないね、ウィーケンドボーナスイベント、皆さん有効活用していけたら、いいんじゃないでしょうか。ということでね、テニスは結論楽しむものです。じゃあ皆さんもね、引き続き GT オンライン、楽しいロスサントスライフをお送りください。ではさようなら。